皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。僕はパリで毎日家族とのんびり過ごしております。この日は曇り空だったのもあり、あまり遠出する気にもならずに、家のそばにあったこちらの庭園に足を伸ばしてみました。いつもは日本に帰国して家族と過ごす夏休みを送っておりましたが、今年は僕の仕事の都合などもあり、残念ながら日本はお預けでした。とはいえ、のんびり過ごすのも悪くないですし、今日はこの後買い物に行って何を食べるか決めたいと思います。森の中は結構広いので、地図を見ながら進んでいきます。森を抜けて庭園に戻ってくると、日本風の橋のお出迎えです。橋はフランス語でポンと言いますが、駅の名前などにもよく出てくる単語です。僕は初めてこの日訪れましたが、地元のフランス人の方にも結構人気があるみたいで、園内でのんびり過ごす方が結構いらっしゃいました。ブラッと家族と出かけては、その後買い物に出かけてご飯の支度をするのが僕の最近のルーティンです。夏によく見かけるものといえば、このスイカにメロンです。フランスでは日本ではあまり見慣れない変わった野菜なんかもあります。フランスのスーパーなどでよく見かけるのがこのソシソンです。フランスには数えきれないくらいたくさんの種類のチーズが売っています。生ハムにソシソン、そしてチーズを選んだので、次はワインを選びたいと思います。一般的に棚の上に置いてあるワインがいいワインで、
値段も少ししますが、下の方に行くにつれて値段もお手軽になっていきます。とは言っても1000円前後も出せば十分美味しいワインが買えると僕は個人的に思っています。それでは食事の準備をしていきます。今が旬のメロンに一緒に食べようと思って買ったこの生ハム、そしてチーズの盛り合わせにソシソンを本日の主役にして、それに合わせて赤ワインをいただいていきたいと思います。ちなみにフランス語でメロンはブロン、そしてスイカはパステイクと言います。ソシソンはサラミのような乾燥ソーセージのことで、薄くスライスして食べます。外側の白い部分が気になって外す方もいらっしゃいますが、僕はそのままスライスして食べます。特に今日は自分で料理したわけではありませんが、とても美味しそうです。C'est très bon. ブルーチーズのこのフルムダンベールは高貴な青カビという別名を持っているチーズだそうです。このマロワルというチーズはベルギーとフランスの国境付近のマロワルという村の名前に由来しているそうで、外側の皮を塩水で洗いながら熟成させて作るチーズだそうです。セミハードタイプのサンネクテールは本来は香りがきついチーズだそうですが、僕の食べたものは癖も少なくカマンベールに少し近い感じでした。最後はヤギの乳で作られたクロタンドゥシェーブル、ヤギの糞を意味するチーズです。調べたら同じようなチーズ、クロタンドゥ・シュビニョルはシェール県のシュビニョル村で作られたものにだけ与えられるチーズの名前でした。Thank you.
やワインなどレストランで試されるのもいいかと思いますし、スーパーなどのお店で自分で選んだり、専門店に行って店員さんのアドバイスを聞いて選ぶのも楽しいかと思います。ぜひフランスの食文化を楽しんでみてください。最後まで動画のご視聴ありがとうございます。過去の動画も合わせてぜひご覧になってみてください。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。アビアント。